はい、どうもミニマリストのたかしです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、餃子の王将で太らないメニュートップ3ということでお伝えしていきたいなと思います。餃子の王将さんですね。こちらはたびたび私はね、食べたくなってですね、まあ週に2回から3回ぐらいはもう行っておりますね。で、基本的にはやっぱりこうチャーハンとかラーメン、餃子、そしてなんだろう、焼きそば系とかね、で天津飯とかもありますよね。そのあたり結構糖質がガッと高くて、さらにこう脂質もかなり高いっていうメニューがね、豊富ではあるんですが、一部ですね、こう糖質の少ないメニューもあって、基本的に私はそれをね食べてるんですけども、そうするとね、あまりこう体重の増加がないんですね。結構今の体型を保てれて、あまり太らずに過ごせていますので、こちら、はい、ご紹介していきたいなと思います。はい、で一部の店舗ではね、取り扱っていないメニューも中にはご紹介しますので、少しそのあたりご注意ください。はい、では早速行ってみましょう。はい、では第3位こちら、はい、八宝菜でございます。はい、美しいですね。こちらたっぷりの野菜とお肉、海鮮を醤油あんで閉じ込めたという商品でございます。タンパク質 17g、 約 17g ありまして、糖質は約 12g ということで、かなり優秀なメニューになってるかなと思います。結構ね、これでお腹がね膨れますので、単体で頼んでいただけたらね、わかるかと思いますが、結構お腹膨れます。でお値段500円プラス税ということになっております。はい、かなり美しい。卵も入っててね、エビとかも入っておりました。かなり美味しいです。はい、では第2位の発表に行きます。こちら第2位、油淋鶏でございます。はい、油淋鶏聞いたことありますかね。こうサクッとね揚がった鶏肉ですね。鶏肉の唐揚げなんですけども、生のニンニクと生の生姜がかなり乗ってるんです。でそれが結構効いててね、めちゃくちゃ美味しいです。こちらのメニュー、なんと糖質約8g です。はい、かなり優秀なメニューで、タンパク質もしっかり取れますのでね、おすすめです。こちらはね、ほぼ必ずと言っていいほど私は頼むメニューになっております。お値段544円にプラス税ということです。で唐揚げもねメニューにあるんですけども、そちらも結構いいかなと思いますね。はい、では最後ですね、第1位の発表に行きたいと思います。それはこちら、はい、第1位こちら、野菜炒めでございます。いや本当にうまいんですよこちら。お値段も安くてですね、410円にプラス税ということになっておりまして、本当に野菜のうまみと食感がね素晴らしく、はい、人参なんかも入ってて、もやしが豊富ですね。はい、こちら糖質なんと約 7g ということになっております。はい、かなりおすすめメニューではないでしょうか。まあ、これをね入れて、油淋鶏なんかを頼んでダブルコンボでね食べることがね多いですね。まあこの辺りで食べてると、まあ餃子なんかをね挟んでもね、そこまで気にすることはないかなと思います。かなり優秀なメニューです。はい、いかがでしたでしょうか。今回餃子の王将さんでトップ3を作ってみたんですけども、はい、今回ご紹介したメニューをね、はい、食べていただくと結構満足もできますし、全然罪悪感がなくですね、美味しい中華がいただけるかなと思います。はい、
結構私はね、たびたびこちらなんかね、がっつり食べたいなと思ったら王将さんでね、あのがっつりとね、満たしていくっていうね、ことをしております。では、ぜひ参考になったという方は高評価、そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。